れあれあれ、もしかして桐生さんですか？ん？うはー、本当に桐生さんだ。お久しぶりです。お前は誰だ？グビビビビ、ちょっとちょっと忘れないでくださいよ。育ちですよ、育ち。育ち道場を経営していた、ほら。育ち、あ、お、全然思い出せない。ひどいですよ。かなり昔に一度闘技場でご挨拶させていただいたんですけど、まあでも挨拶程度だったし、忘れてしまっても仕方がないか。なんだかすまないな。いえ、なら改めて自己紹介させていただくのみです。僕は育ち安男、かつて育ち道場という道場を経営していたものです。桐生さんのお友達の冴島さんにすごくよくしていただきまして。ほう、冴島の知り合いなのか。桐生だ、よろしくな。しかしさすが道場主だな、すごい肉体じゃないか。そうでしょう。でもね、実はもう道場は畳んだんです。門下生や冴島さんとの思い出が詰まった僕の大切な場所だったんですけどね。そうなのか。もしかして何か重い理由があるのか。いや全然、土地の価値が急上昇しましてね、売り時だと思って売っちゃいました。売りたくなかったんですけど、額が額でしたから、背に腹は変えられんですからね。で、そのお金で自分磨きでもするかなと思ってここに通い始めたら、こんな肉体になれたんです。結果にコミットするってのは本当なんですね。なんだ、お前もここに通ってるのか。てっきり自分の道場で鍛えたのかと思ったぜ。全然、僕道場主でしたけど喧嘩なんて一度も勝てたことなかったですから。いやー、しかし道場を畳んで正解ですよ。こんないいジムができたら勝てるわけないですもん。あんな貧弱だった僕がこんな屈強な男になれるんですからね。そうだな、じゃあ俺はこれで。ちょ、桐生さん。いや、桐生、待て、こら。あ、なんだ。怖い。でもこれを乗り越えないと。よし、やキリュウさんじゃない、キリュウ、僕と、いや俺と勝負してくださいな。勝負？お前と？そうですよ、僕はね、ずっとキリュウさんや冴島さんみたいな強い人に憧れてたんです。いつかあの人たちみたいになりたい、そして勝ちたい、ずっとそう思っていました。でもそんなの無理だと思って諦めてた。この肉体を手に入れるまではね。ほう、今の僕はあの頃にはない驚異的なパワーがある。これがどんなものか試してみたいんですよ。憧れの桐生一馬にどれだけ近づけたのかをね。ああ、ちょっと帰らないで。めんどくせえな。悪いが、そんなのに付き合う暇はないんでな。いいもん、いいもん。なら、こっちから行きますよ。ダメだ、全然歯が立たない。確かにガタイはいいが、動きに無駄がありすぎる。せっかくの力を生かせてねえと思うぞ。ですよね。僕も道場主をやっていたので格闘理論には長けているつもりなんです。でも頭で分かっていてもそれを体でうまく実践できなくて、はあ、どうすればいいんでしょうかね。まあ練習を積むか経験を積むしかないんじゃねえか。やっぱりそうですよね。
わかりました。キリュウさん、僕この体を生かせるようにもっと練習してきます。強くなったらまた挑戦させていただきますので、その際はお手合わせお願いしますね。ああ、え？まだやるのか。もちろん、キリュウさんに勝ちたいし、自分の格闘理論が正しいことを証明したいですしね。もしキリュウさんに勝って格闘理論も証明できれば、それを宣伝して超人気の道場を作ってボロ儲けできますしね。カムロ町に金の雨が降るぜ。ということで、またよろしくお願いしますね。それではさようなら。やれやれ、また面倒なことに巻き込まれちまったぜ。僕また強くなったと思うんですよ。今からお手合わせお願いできません？ああ、構わないぜ。やったー、ありがとうございます。じゃあ遠慮なく。死ねえ、キリュウ。僕前よりさらに強くなったと思うんですよ。今からお手合わせお願いできません？ああ、構わないぜ。やったー、ありがとうございます。じゃあ遠慮なく。死ねえ、キリュウ。危なっ。あちょー、なんだ。そうだしから呼び出しのメールか。あいついつの間に俺のアドレスを知ったんだ。まあいい、時間を見つけて待ってるっていう場所に行ってみるか。キリュウさん、わざわざご足労ありがとうございます。まったくだ。で、何の用だったか。ちょっとちょっと、メール読んでくれたんですか。もう今日は最終決着をつける日ですよ。僕とキリュウさんのね。最終決着？
そう、たゆまぬ努力の成果が出て僕強さの限界に到達できた実感があるんです。僕の格闘理論を完璧に自分で表現できる状態、言うなれば集大成、完成形になれたと。ほう。なので今日は桐生さんを倒させていただき、僕の理論が最強であることを証明させてもらいます。最強の男桐生一馬を倒せれば、僕の理論が正しかったと胸を張って言える。そうなればそれを広告の歌い文句にして、格闘理論者やジムで大儲けできるのです。ゲッあざといやつだな。勝手に広告に人の名前を使わないでもらえるか。いいですよ、ただし僕に勝てればね。それじゃあ行きますよ、ラストダンスだ。死ねー桐生カッター。ほら、強くなったじゃねえか、育ち。僕もそう思います。でもやっぱり伝説の男は1枚も2枚も上ですね。ここまで強くなれたのは桐生さんのおかげです。桐生さんへの憧れ、桐生さんに勝ちたいという思いが最高のモチベーションになりました。おかげで厳しい特訓にも耐えられたし、本当に感謝しています。いや、俺はただお前の相手をしただけだ。ここまで強くなったのはお前自身の努力の結果だ。胸張っていいと思うぜ。そうですかね。あ、そうですよね。頑張ったな、僕ちゃん。はい。でも僕の努力のきらめきはさておき、桐生さんへの感謝の気持ちは変わりません。もし力になれることがあればいつでも力を貸しますので言ってくださいね。ああ、わかった。ん？なんだあいつ。どうかしたのか。ああ、いやいや、なんでもないです。なんか隠れボスみたいな風貌の男がいたもんで。ほう。まあ気にすることないですよ、人は見かけによりませんからね。ああ。さてと、そろそろ僕は行きますね。今回は負けましたが、今度こそ桐生さんを超えられるように修行は続けようと思います。またいつか相手をしてくださいね。気が向いたらな。よかった、それではまた。桐生一馬。